もう立てつくなる策が反則負け。今のバグツイッターで見たんでまんまパクりました。いや、パクったわけじゃない、勉強したんだ僕は。みんなも何かを学ぶとき YouTube で検索するでしょ、それと一緒。何の言い訳してんだ。はい、それじゃあ今回のバグ参考にさせていただいたしのさん、どうもありがとうございます。それじゃあ本編入っていこうか。どうも反則キングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、This Really Be a Kumbulu Moment ということで、これは本当に一瞬クリボー兄弟になるということでしょうか。で、僕ね、結構コース名を訳してるつもりなんだけど合ってると思わないでね、一回だけコメントあったのよ、子供が間違った覚え方をしそうなのでやめてくださいって。いや、まあ確かにと思いながら、だからコース名訳すのやめようかなと思ったんだけど、それ以前に僕がコース名を訳してたら信じないで。どんな忠告だ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.01%。 なんか既視感あるんだよなこのサムネ、もしかしたらやったことがあるかもしれない。もしやったことがあったらこのコースやめたいと思いません。再度やってくよ。やったことがないね。どうやら当たりみたいだ。左のハテナブロックは何、コインか。これどんどんさ上に隠しブロックがあるパターンなんじゃないの。いや、これさ上に罠があるって分かってるって。だから行かないでいい。いや、行かないとかそんなのなしだよな、ここまで来てさ。じゃあどんどん上に行こうか。なんか待ち受けてるんだ、どうせ何か罠があると思ったけど、ここでカキ棒が出てきただけ。まあこんなんは全然避けれるよ。じゃあここのカキ棒踏んで一旦左のハテナ叩いてみようか。体力カキー。そういや、またコメントの話になるんだけど、僕がマリオをしゃがませてプップーって言う時あるじゃん、おならの真似するみたいな、それをしたら爆笑されるな。いい大人がそんなので笑うなって。じゃあ僕何だろうしてやろうか。ぶってはっ、こっち来んのか。今のクリボー羽が生えてたから絶対上に行ってくれると思ってた。じゃあここは右と上どっちだろうな、一旦上行ってみようか。ここにクリボーが出てきたってことは上が怪しい。そしてこのハテナブロックは何なんだ、多分クリボーかなんか出てきたんじゃない今。そして左って書いてるね、左を信用していいのか矢印。僕は左を信用するよ。行かせて。なら下で間違いない。だがこのカキボーどういう動きをしてくるか全く謎だ。一旦左に逃げてみようか。そしたら上に閉じ込めてくれるっていう感じだね。一生そこで閉じこもってろ。今度こそ左を信用するよ。常に左を信用。これで。バレー。うまいね。今みたいな騙し方僕めっちゃ好きかもしんない。もし次矢印があっても右も左も何もしないで置くわ。それが正解なんでしょう。なんだカキ、文句あんのか。星にでもなってろ。こうやってカキの種が生まれるのさ。何を言ってんだ。いや、このコース結構簡単かもしんない。あー、なんかね、罠の数がそんなに多くないような気がするんだよな。だからそんなに難しくないと思う。何優勝してんだ。面白いわ、これ同じ色同士で作ったんだろうな、わざわざ。結構可愛くなかった。そしてスネオ、今日は信用していいのかい。普通に右に行ってくれるんだろうな。そして、あ、ちゃんと線の通り行ってくれるんだね。うん、邪魔、うん、邪魔だよ、邪魔だって。じゃあ邪魔んまみーや。今日の名言出ましたね、邪魔んまみーや。そしてプップ。もういいってプップーネタ。その人しか喜ばねえんだって。じゃあここの扉、あ、右には行けないよ、バーがあるから。じゃあここの扉に入って、何もしない。ここさっきクリボーが出てきたよな。だから一旦ここに隠れておこうか。そしてこのハテナはキヌク、うん、無事取らせてくれたね。ここはやっぱ優しいトロールコースだ。そしてこのカキボも踏んで左に行く。いや全然よ、なんやかわいそう。今日は余裕だよ。これ下から行く、上から行く、どっちと思う。上から行くと見せかけて下が正解だ。ペペペペ。早いよ今日は、全然余裕なんじゃないの。ならちゃちゃっとクリアさせてもらおうけど。キャー、早く行こう、任務を迅速にこなせマリー。イエス毎晩キャー。じゃあ下からでいいのかな。さっき上からダメだったもんね。なら下しかないと思う。なんで下から渡れるようになってんだろうね。私わかんない、みんな教えて、可愛すぎるこの私に。そしてチャンネル登録お願いします。待て待て待て、これだ。多分今ので300人は減ったかもしんない。トレンド入りしてるよ、ツイッターでピオキングキモっていうワードが。まあそんなことでトレンド入りしても光栄なだけですけどね。僕にとっちゃツイッターのトレンド入りは夢のまた夢の話なんですよ。さあここで多すぎないか。もう余計なことは喋るな、どうせ喋ってもそんなに面白くないんだから。ゲームのことだけをしっかりと喋ればいいんだ、ゲーム実況者として。おいおー、土星の真似をしようかな。なんちゃらかんちゃら。
もうただうるさいだけただうるさいだけの実況者になってるって、まああながち間違いじゃないですけど、ここは右から行けっていうことだったのね。さあ鍵扉に入っていきましょう。そして次は中間ポイントはまだないみたいだね。そしてこのクリボを踏んでいいのかい？ダメです。ふぶん、そしてツタに捕まっておけばよかったのか。下に行ったらダメだよな、絶対。下もすげえ気になるんだけど、これわざわざさ踏まなくていいんじゃない？ねえ、踏んだら絶対罠に引っかかる予感しかしないんだよでも気になっちゃうから行っちゃうんだよね。もう遊ばんで進もう。自分の信じた道だけ進んでいこう。本当にそれでいいのか？お前はこのチャンネルマリオメーカー2を遊びながらやるという、そういうチャンネルではなかったか？あ、なんかつまんなそうな言葉が出てきそうだから、ちょっとこの辺で止めておくわ。おう、久しぶりか、すぐ右、ここで。お前じゃないんだよ。どうすりゃいいか全くわからんぜ。クリボーを踏んだらいけない。このブランコに乗ってオンオフをする。それ以外ないよ、きっと。見ててみんな、届け。あ、いや、いいんじゃない、いいんじゃない、別にクリボ踏んでいいのか。そしてこのブランコでオンオフする、届いて。オッケーオッケーぬるいね、このフラワーの温度もぬるいんでねえの。こんなんじゃ何も溶かせないよ。そしてここがハテナブル。この動画に行こうか。このコースさ、本当にカキボーとクリボーだけでできてんだな。上に石エージが降ってきたけど、この石エージはまあまあいいとしてよ、こっちだったら全然このクリボー倒せるんだけど、上は、あ、なんかさっきさ、ここボム兵出てきてなかった？あ、なるほどね。このボム兵を叩いて右に逃げればよかったのか。オッケーオッケー。そしてここの上は、なんだてめえ、そろそろ中間ポイントが欲しいよ私。この土管の先に中間ポイントよ、頼む。あってくれ。あったね、これ。普通に取らせてくれると思う？あ、いや、あぶねえ、舐めるんじゃないわよ。そんなまがいもんの靴よりマリオが履いてる靴の方が何十倍も速いのさ。危ないね。さあ、ドアに入って残すはゴールドみだね。何こいつら、一旦左の方に逃げておけばいいんじゃないの？だと思いました。ここで待ってよ、こう。そしたら踏んでも大丈夫だね。いや、左絶対なんか飛んでくるとは思ってたんだけど、気づいた頃にはもう遅かったですね。早く行けいや、何かしてくるかもしれない。最善の注意を払っておけ。オッケーオッケー。そしてオンオフは意味ない。石エージこっち見てんな。そして上にカキがいるということは、あのカキ落としてバネのところにある。分かってんだ、そんくらい。お帰りなさい。しょうもないミスはやめろ、ピオキング。でもしょうもないミスって意外と面白かったりするよな。それはしょうもなすぎ。ここ地味に難しいの、やめろ。タイミングが分かりづらいんだよな。ここでジャンプ、オーケー。そして下に行って、僕は何もしないよ、何もしないのが正解だ。はい、勝ち、負け。落ちたらすぐ右、落ちたらすぐ右、落ちたらすぐ右。オーケーオーケー。そなにあいつ遊んでんだよ、ここは遊園地やねんだぞ。そして上つららがいっぱいあるね。ここは落ちてこないという感じか。分かってんだよ、色が違うから。そんでこの鍵は何なんだろうな。あ、鍵、なるほどね。この鍵で鍵ドアに入ると。今なんでた、鍵で鍵ドアに入れって言わなかった？もうゴールがあるんでねえの？なんかそんな予感がするよ。あのクリボーは踏まないでおこう。一気に右まで行くよ。ここだ。ここは絶対に誰もが引っかかると思う。裏にバネは絶対に分かんねえよな。そしてここも同じ風に行っていいの？絶対ダメだと。下は、下行ってみる。なんか変なやつがいるけど、下あるよ。こっちが正解なんじゃない？うわ、もう解いてしまった。ごめんね、みんな。こっちが正解なんだろう、分かってる分かってる。そしてここが踏んで左、いや全然合ってる。ブブーって言われてるけど、こっちが合ってるんじゃない？もうゴールの予感がプンプンするな。ゴールポールがあってもいいと思いますけど、見えたよ、上にゴールがあるみたいな。いやいや、キャ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 この前上どもが、ここさ、上から行ったらどうなるか気にならない？ちょっと行ってみてもいいかな？今絶対重なっちゃったよね。任天堂さん当たり判定おかしいよ。まあそのおかげで僕は助けられましたけど。あ、コース名の意味って今の意味だったんじゃない？一瞬だけ兄弟になれますみたいなこと書いてたじゃん。多分そういうことだったんだよ。一瞬重なってたからさ。そしてここ上チャってさっき聞こえたんだけど、チャって言った瞬間左に来るみたいな。今聞こえたね。オーケーオーケーオーケー。これでもうゴールできるでしょ。頼む、させてくれ。やったー
いや今回のトロールコースバグなかったし、クリーボーとカキボーだけでマリオをやっつけに来るっていう世界観がすごく素晴らしいアイデアでしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースの一発マリオスライディングジャストということで、説明文はやべって書いてるんだけど、確かにクリア率からしてもやばいよね。でも分かってんのよ、サムネを見る感じゴール条件もあるしさ、ただ着地しないでゴールポールに掴まれっていうことなんじゃない。たったそれだけのことが難しいのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.53%。 まあ運が良ければ一発でいけるっていう可能性あるよな。でゴール条件が1回地面から離れたら着地しないでゴールちゃんと言え、ゴール条件はちゃんと言え、大事なところだぞ。じゃあ左から走って普通に行ってみようか。あ、まあまあダメだよね、こんなんじゃいけないと思う。多分途中でクルリンを混ぜなきゃいけないんだよ。じゃあ適度なタイミングで走ってクルリンを入れてみる。うわ惜しいとは思ったんだけど、これさ勢いつけすぎたら上の壁に当たっちゃうんじゃない。ちょっともう一回やってみてもいいかな。ほらほら、なんかねこの辺に当たっちゃうんだよな。だから速度を落としながらやってった方がいいかもしんないね。次は歩いていってみようか。勢いをつけすぎないように歩いてクルリンしながら。うわこれじゃ押せえばね本当にちょうどいい速度じゃないとダメなんだろうね。これでさ減速しろって結構むずそうだよな。適当にやってってみるいや適当は絶対無理ばい。まず一番左から走ってってみる。そしてどこに当たるか。1,2,3,4,5 段目、多分ここに当たったと思うんだけど、多分ここでクルリンしてもその隣の壁に当たるだけだと思うんだよな。いやちょっと待ってね、もう一回だけさして。ごめんねカットしないで。ここでクルリンしてやっぱ当たるよね。ってことはこの5段目のところで減速してクルリン入れてみようか。これでもしかしたらゴールできるかもしんないね。そんな簡単にゴールさせてくれるとは思わないんだけどね。じゃあ5段目のところでクルリンして左を押してみようか。これでいい。あっマジだえこの洞察力すごくない？自分が怖いわまさか本当に一発でいけるとは思わなかったね。いやすげえ気持ちよかった今の。もう一回してもうまくやれないんだろうな。ちょっともう一回やってってみていい？じゃあここでねバシッと決めてエンディングロールに行きたいと思います。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。